ロード。ベーターパッチを導入して世界の仕様が変わったものの着実な成長を見せる我らがパンツ村。そしてここからは正式版になった 0.7.972 パッチ。戦いに勝利して新たな土地もゲット。今回も開発張り切って頑張るぞー。でまず最初に手をつけるのがこの物資足りてるけど供給されない問題。巻4000あるのに足りんとはこれいかに。多分露天が遠いのが問題と思われ。でも大丈夫、なんとこの露天更新で移動できるようになりました。おおこれはありがたいぜ。でもガチで効率とか考えるならこの露天を出してる木こり小屋の位置や、働いてる家族の家の位置を気にしないといけないので、そこまでやり出すとめちゃ大変。さすがに3箇所も確認するのはだるいぜ。そんなわけで薪と食品と医療の3店舗だけ移動して、あとは考えないことにしたよ。物資がちゃんと供給されるかは運次第。今年も見事に溶けたパンツ村の大麦は輪作をやめ、11月だけど小麦の種をまいております。確か年内に巻き終われば、来年には芽が出てちゃんと収穫できるパターンだな。来年こそは収穫にこぎつきたいね。そして露店を移転して一月、無事巻きの供給状態が改善してきたよ。商品を運んでる最中みたいだし、このままほっとけば大丈夫そうで一安心。ああ、傭兵詐欺でまたお金取られたー。正式版パッチ来ても詐欺は健在。そしてしれっと要求される王室税。残り期限20日とか急すぎんだろ。幸い資金は余裕あるからいいけど、心臓に悪いよ。まあ700円なら楽勝だぜ。さあーてどんどん人口増やして生産量も上げて、お金をいっぱい稼ぐぞー。王立税を引き上げます。うわこわ、真っ黒の手紙が来た。っていうか初回の納付も終わってないのに税の引き上げとはこれいかに。しかも納付日前日とか王様なかなか行かれてやがる。修正王族の闇を見た。そして翌日強制的に納税完了。これに傭兵詐欺も上乗せでこっこから抜かれるから、無駄遣いは控えないと危ないかもしれんな。まあ減る分稼げばいいだけのことよ。さらに住民を増やし労働力を確保するのだー。王立税が橋田金と言えるくらいに稼ぎまくってやるぜ。さて新たに区画割りした住宅街は、街の中心から離れちゃったし露店も近くに位置くっと。ある程度は効率いい仕組みを作っとかないと、生産量の低いただ飯くらいになりかねないぜ。そして秋に種まきした小麦は無事成長を始めた模様。今回こそ溶けずに収穫まで行ってほしいぜ。まあ大麦はエールにできるけど、小麦はパンにする施設がないから収穫しても困るけどね。計画性のない農業にも程があるぞ。そういえば在庫いっぱいあるのに商品が売れてないな。交易所の設定は問題なさそう。交易ルートは作成済みだしこりゃ参った。交易所の人が忙しすぎなのかな。そんなわけで交易所もう一件、建てました建てましい。ダブル交易システム、発動。在庫一掃セールだー。うわぁ、やばいやばいやばい、目を離してる隙にビキニアーマーの食料が枯渇してた。みんな急いで裏庭に傾斜を増築して、卵で上をしのぐのだー。どうやらパッチで野菜の収穫量が減ったようです。そういう大事なことは声を大にして言ってよ。しれっとビキニアーマーの人口も300超えてるし、過剰な移民受け入れも影響してそうだな。だあ、食料マイナスになってる、急いで食べ物をかき集めろー。調子こいて 20% に設定してた10分の1税は一旦廃止、業界に食わせる飯はねえ。毎月 20% じゃ1年で 120%、生産量が足りなきゃ在庫が1年持たずに空になる。当たり前の話だけど消費量より多くの食品を用意しなきゃ、だな。幸いにも我らの村の共有資産は潤沢にある、とりあえず食料を輸入で賄いましょ。好感度を上げるための低めの税制のおかげで村人は結構金持ってんだよな。パンツ村に至っては共有資産が4000、これなら多少の食料不足も減っちゃらよ。とりあえずまだお亡くなりになってる村人は出てない、急いで対処すればギリなんとかなりそうだな。好感度下がるのも困る、なんとか耐え忍んでくれー。人口の少ない群馬は食料不足にならずに済んだけど、こちらも増築で養鶏マシマシ。群馬名産上州地鶏誕生の瞬間である。プレゼントお待ちしております。こらこら。生産量下がったといえ裏には菜園は大事そうな気がするので、縦長の家に増地行く。そういえばパッチで食料の消費する品目も前とは違う動きらしいぜ。おのおのが好きなもの食べればよーし。ギリ輸入が間に合って基金にはならずに済んだかな。でも輸出は相変わらず滞って在庫がたんまり。輸出してない生皮と皮も倉庫を圧迫してるぜ。じゃあ新たに家を建てて靴屋を増築して、靴の生産量を上げよっと。作業効率を考え川舐し屋の隣の効率値、作業しやすそうだ。野生動物が立ち去りました。あ。せっかく狩り小屋からも近くていい狩り場だったのに、
一応動物はまだいるが、遠くなっちまったぜ。動物を追いかけ回して再移動もできるけど、面倒いからとりあえず狩り小屋移築で対応を。すまんな、カリウド転勤よろしく。一人の犠牲者も出さず食糧危機を乗り越え春到来。肥沃な大地に新たな村を開村するぞ。群馬は冬に入植して辛い思いをしたけど学習して今回は春スタートだぜ。なんとしても農業を成功させ、ここを食糧の一大生産地にするのだ。飢餓寸前まで追い込まれた食糧事情を解決する、我々の希望の村にするぞ。じゃ豊富な動物が多いここからスタート。そしてこの村の名前は農筋村と命名。農筋、それは農業で鍛えられたたくましい筋肉。厳しい大自然に立ち向かった鍛え抜かれた肉体。初期物資はここから500だし、平均的な資材を最初から用意。初期物資を置ければ教会建てるまでがかなり楽になるぜ。さあ農筋の民よ、この荒野を耕すのだ。この大地が作物で埋め尽くされるまで貴様たちに休みはないぞ。そして2ヶ月後、教会建設頑張れー。この建築物は通過地点でしかない、自分の家が欲しくばさっさと完成させるのだ。好感度を上げ人口を上げ、農業に携わる移民をどんどん呼び込むぞー。技能実習生お待ちしております。春になりベリーの収穫も進み、食糧難を乗り越えたビキニアーマーでは住宅地をさらに拡張。しれっと人口がパンツ村を超えております。パンツよりビキニアーマーが人気な模様。いや趣味思考で引っ越してきてはないと思うぞ。てへ。農筋もいい感じに発達。この調子でどんどん村を開発。近くで略奪者の群れを発見しました。なんと、久々に略奪者どもがお出ましだ。場所はどこだー。どうやら放置してるパンツ村の隣の地域だ。狙いは群馬かパンツ村か、兵を集めろ、防衛戦だー。おうおう。敵は少数の略奪者、傭兵と契約するまでもない、今回はパンツ村の戦力だけで戦うぞー。さあ村人たちよ集結だ、我らのパンツを怪我さんとする者を成敗するぞー。そして従者含め5部隊集めてふと気づく、敵結構多くね。と、おいおいそれダメな、うっかりじゃねえか。慌ててビキニアーマーの従者と旧兵を招集。互角の兵力じゃパンツ民に被害が出るかと思い、やっちまったと兵を招集する霊夢の図。距離が遠い間に合わないか。おそらく援軍は間に合わない、パンツ村の戦力だけで戦うぞ、陣を構えよう。旧兵が敵を捕捉し射撃開始。陣形は防御力の高い従者隊を突出させた緩い角翼、敵を包み込むぞ。敵は4部隊、こちらは5部隊いるが1部隊は旧兵、うまく囲めるかな。よし、敵に部隊が中央の従者に突撃した。敵が中央に偏っている。今だ、両翼で囲むのだー。右翼狙いかと思った後ろに続いてる敵部隊も中央に向かうようだ。全部まとめて囲めるぞ。パンツ槍兵、とっかーん。パンツの槍の力を見せつけてやれー。パンツの中の槍は見せるなよ、やったら後で罰金刑だからな。こら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 、へへ。いい感じに包囲が狭まってきてる。旧兵、今のうちだ、撃て撃て撃てー。お、歓声が上がった。敵部隊壊滅したぜ。どうやら2部隊改装したか。いいぞ、このまま畳み込めー。全部隊中央の敵を殲滅せよ。賊どもに情けはいらぬ、徹底的にやるぞ、かかれー。やっはー、お物は消毒だー。お掃除の時間だぜ。あー、従者が一人減ってる。仲間の仇だ、やっちまえー。民兵がまだ一人も倒れてないのに、あいつは従者の中でも最弱の男よ。さああと1部隊、フルボッコじゃあ。敵部隊全滅。略奪者どもは始末したぞ、勝ち時を上げよ、かーあったどー。4部隊対5部隊だったからちょっと焦ったけど、蓋を開けてみたら犠牲者1名の楽勝だったな。ビキニアーマーからの援軍が到着する前に肩がついたのは予想外だったよ。襲撃者って思いのほか弱いのかもしれんな。屍るいるい。小屋地味にお掃除面倒なやつだ。今回は領地内に瞬間移動してきて、よその領地に押し付けられなかったので仕方なし。領土が増えてくると敵を誘導して戦場をよそにするセコい技も使いにくいな。セコい言うな。すまんすまん。では襲撃者の防衛戦に勝利し、住民増えてないけど我慢できず農筋村に畑作りながら今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。パッチの調整で食糧難に陥るもなんとか復活したパンツ村、食糧生産地を目指す農筋村も開村。果たしてこの調子で食糧の安定供給ができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。